ホテルニュージャパンはかつて東京都千代田区長田町にあったホテルである。1982年の火災を機に閉鎖され廃業した。運営会社の株式会社ホテルニュージャパンは1990年代までは敷地内で月決め駐車場を経営していた。ホテルの敷地は2.26事件の際に舞台が立ち寄った日本料亭、高楽の跡地だった。高楽は 戦時中、撃墜された B-29 が直撃、大破全焼している。赤坂見つけ交差点資金にあり、外堀通りと日比谷高校の間にある。藤山愛一郎を率いる藤山コンツェルンが設立母体となり、当初は高級レジデンスとして着工した。だが、その後、1964年東京オリンピックの開催や、 高度経済成長期に急増した宴会等のコンベンションの需要の増加を明け込み、建物の北側を除く2、3の部分をホテルに用途変更して1960年に開業した。ホテルの特徴としてと多様なニーズに対応した点が挙げられる。その他にもサルタンブロ、美容室なども備わり、後に開業する大阪ロイヤルホテル。 ホテルニューオータニに先駆けた都市型多機能ホテルであった。また、日本初のトロピカルレストランである、ポリネシアンは、同ホテルの1階に存在した。TBS とネット、国会議事堂から近い立地のため、市川雷蔵が、結婚披露宴を挙げるなど、政財界、芸能界の利用も多かった。また、自由民主党藤山派の拠点のほか松野雷造も事務所を構えるなど、 政局報道の度に同ホテルが物体となることも多かった。その他1968年にモンキーズ、1970年にスコット・ウォーカーが来日公演を行った時の宿泊施設にもなっていた。だが、同じく1960年代に開業したホテルニューオータニ、ホテルオークラ東京、同じ長田町2丁目の東京ヒルトンホテル兼、 ザキャピトルホテル東急、赤坂東急ホテルなどと比較すると、経営ノウハウや、設備面などで見劣りするなどから、経営面では、苦戦を強いられた。特にホテルの建設に軟弱な地盤等の対策で、費用がかかったため、莫大な借入金の負担ものしかかり、開業時から赤字決算も続いていた。敷地の地下には高級ナイトクラブ、ニューラテンクオーターがあり、 こちらも構成ではあったものの、1960年代後半から、すでに流行や、時代の波に取り残されていた。1963年に、力道山が暴力団員に刺された事件が、発生している。跡地に建設された、ブルデンシャルタワーホテルは、1970年代に、入ると、藤山愛一郎が、政界進出で、資金流出が続いた点や、新規事業等の不振から、 藤山コンツェルンが衰退したことから様々な再検索が模索され始めた。一時はホテル業界進出を当時検討していた全日空が買収する案があったが、レジデンス部分の扱いで折り合いがつかず進まなかった。こうした結果、愛一郎の長男藤山角一郎に混成された大日本政党の大株主の横井秀樹率いる東洋優先が ホテル業界進出も狙って買収することを決め、横井自ら社長に就任して、経営に当たることとなった。ホテル経営については完全な素人で、企業経営についても、知見のない横井の経営方針は、自民の整理や経費削減といった方をも無視した徹底した合理化策であった。このため、安全対策予算が削られ、館内のスプリンクラーは作動しないまま、 消防設備、管内緊急放送回路も故障したまま放置し、国内で起きた火災史上最悪となる118人の犠牲者を出した大阪千日デパート火災を教訓として1974年に改正された消防法に基づき、東京消防庁工事町消防署より、再三にわたり、管内防火管理体制を改善するよう指導されていたが、横井は、 予算不足を理由に無視し続けていた。それまで過失など、集中冷暖房で対応していた空調も削減対象になり、過失機能を削減し管理されるようになった。ただし、宴会場やロビーには、シャンデリアやフランス製の小家具を置くなど、表面上は豪華さを演出する方策も取られた。結果として、1982年2月8日、 貧弱な防火設備と疲弊した労働環境による従業員の対応不全により宿泊客の日の不始末を原因とした火災によってホテルニュージャパンは死者33人を出す惨事に見舞われてしまう火災後東京都より営業禁止処分を受けホテルは廃業した横井に対して多額の貸付を行っていた千代田生命保険が貸付金の担保であった このホテルを競売により売却することで資金の回収を図ろうとした。しかし、火災等の曰く付きの土地を購入しようという投資家は見当たらず、千代田生命が自己落札し自ら敷地を保有することとなった。その間、都心部でも一際恵まれた高立地でありながら廃墟のまま放置され続けていたが、火災から14年後の1996年になって、 ようやく建物は解体された。跡地は、千代田生命が再開発事業に着手したものの、千代田生命自体が2000年10月に経営破綻する。その後、プルデンシャル生命がこの土地と建設途中のビルを買収し、森ビルと共同で建設を進め、オフィスといわく付きの土地でもいい外国人向け工学、賃貸住宅からなるプルデンシャルタワーとして2002年12月16日に、 完成した。建物は大熊高堂の設計者であり、建築音響学の権威として知られた佐藤武雄が設計した。全体の平面構成は120度の角度で接続する大きな Y 字型を中心に、さらにその先端に、やはり角度120度で同じ奥行きの Y 字型の枝が接続するという、いわばフラクタル構造の形をした建築であった。 これは、全室から景色が見られるよう意としたものであるが、その結果まるで迷路のような内部空間となってしまい、後の火災発生時にも避難を困難にした原因の一つともなった。これには、最初同ホテルが高級レジデンスとして計画された影響も大きかった。急な用途変更により、設計者の佐藤武雄も困惑し納期の関係から、急ごしらえを余儀なくされたことが悲劇へとつながった。 内装は日本を代表する工業デザイナー剣持勇が担当した。このホテルのラウンジチェアがモーマの永久収蔵品に選定されるなど、剣持勇の担当した内装は評価が高く、剣持の提唱したジャパニーズモダンの様式を体現したホテルであった。しかし、その後の度重なる内装の小変更によって、次第に剣持オリジナルの衣装が薄れていった。また、 前述の強引とも言える特貫工事の影響により、軽量ブロックなど当時で始めていた新建材を多用せざるを得なかった。それゆえに、同ホテルはソフト面でのモデルケースとしてだけではなく、後に増大する新建材の実験場ともなっていた。特に和室は世界的なテキスタイルデザイナーである。 エヴァガデリウスと剣持ちと共同で壁紙を制作した洋室とは違い、壁等に真剣材を多用したために、デザイン面では優れていたものの質感に乏しかったという指摘もある。ありがとうございます。